はい、こんにちは。さっきの問題なんですけども、全然そんなことはなくてですね、こちらの方にブラウザを開けて、でこちらの方にバンディカムあるじゃないですか。でバンディカムの左上のこのね、四角に矢印がついているこの左上のねアイコンをクリックすると、この画面指定ができるんですよね。画面指定ができて、でそれができたらもうね、こちらの何ですかね、バンディカムの方は下に落としちゃってください。バツの横にあのアンダーバーがありますから、アンダーバーで下にストーンと落としてですね、あとはこちらの画面指定の枠を自由に動かして、こうですか。で録画開始したい場合はここを押せば録画開始になりますから。でカウンターはこちらの方にね、ここに出てるでしょ、うん、で録画今5秒6秒ってなってますけども、この辺で録画いいかなと思ったら、こちらのね赤い四角のボタンを押せば録画止まりますんで、それで OK じゃないかなと思います。別に1画面でも狭い画面でも全然できますんで、バンディカムすごく使い勝手がいいですから、いろいろとね、手を動かしてみると、多分私に聞くよりも早く、返信を待つよりも早く解決できると思います。もちろんご連絡いただければね、バンディカムのことでしたら隅から隅までお答えできますので、お任せください。